申し込む。松本伊代高校時代の恋愛は修学旅行の夜の思い出を披露。タレントの松本伊代52日8日放送の TBS 系ビビット月並みダッシュ金曜全8時に出演し、母校の堀越学園を訪問した。松本は1984年3月に堀越高校を卒業した。高校時代の芸能人同士の恋愛について、校則の中に男女の交際は禁止しますってあるとし、保護者生徒向けのパンフレットにも記されており厳禁だったという。一方で修学旅行の思い出を披露。修学旅行で芸能コースの女の子が普通科の男の子のお部屋に一人の子が遊びに横なっちゃってバレちゃって先生に。同じお部屋の子は連帯責任だって正座させられて、夜ずっと正座してた記憶がある。修学旅行といえばイコール正座っていう感じになっちゃってと振り返っていた。